皆さんこんにちは。あなたのくるくるクールがマリオメーカー実況を今日もやっていきたいと思います。今回はまずセイガンさんのサブアカウントの方から一部の方には伝わる表現とドッキークリア率 5.32% ベストクリアタイムは10秒切ってますね。早速遊んでいきたいと思います。というか10秒制限のコースなのかな。ドッキー私にはわかるんですが、皆さんわかるかな。いや、なかなかわからないと思うけど、おーい、どこまで足場があるのかわからなかった。ドドキドドの下の方に、いや、これ喋る時間たくさんくれてるのかもしれないけど、長いからカットしますよ。ははセイガーさんのこれ系のコースはね、タイムが本当に全部ギリギリなので、本当はクルクルとかもあまり入れたくはない。よっしゃー、今回は割と優しめだったかな。ドッキー詳しくはキャスにて。まあどうしても気になるっていう方はね、コメント欄にドッキーって何とか書いていただければこっそりお教えしますよ。はい、お待たせいたしました。お次はセーラーコージーさんですね。ゼルダのコースで有名なセーラーコージーさんが新しいコースをいつの間にか投稿していらっしゃったので、こちらのコース遊んでみたいと思います。スイマー閉店しないで、クリア率は 95% なのでクリア自体はできると思うんですけれども、スイマー普通の泳いでるスイマーじゃなくて、演奏ってわけでもない。スイマーなくならないで。なんじゃい、なんじゃい、本当にだ何かに向けたただのコメントコース。いや、そんなわけはない。入るよ、スイマークローズ。なんかスイマーっていうお店に対する愛が伝わってきますが、これでパワーブロックを叩いたんで、右の土管じゃないや、扉に入れるようになるでしょう。ハートの左側が欠けてますよ。今度はちゃんとしたハート、ドピューンドピューン。上のこれはクマさんかな、マスコットなのかな。これはパンダさん、可愛らしいですね。イエーイイエーイ、これは何だろう、ケーキ、ハートか。ゼルダコースの時はいつもコースのクリア後とか、もしくはその手前とかにこのハートを持ってきていらっしゃったんですけども、入るよ、お邪魔します、お邪魔しました。スイマーって書かれた文字のところをピースイッチが飛んでいってますが、どういうこと？入るよ。なんだったんだい。なんだ。セーラーコージさんの個人的な本当に愛が伝わってきましたね。今度は、なんて言うんだろう。他のアクション系のコースもまたゼルダとかやってみようかな。そう、今、閉店しないでセーラーコージさんでした。ありがとうございました。お次のコースはこちら、ヒロッキーさん。危険廃車工場見学ツアースクラップファクトリー、クリア率はちょうど 10% ですね。ベストクリアタイムは2分をちょっと切ってるぐらい、結構長めなコースだと思うけど、パワーパーコースかな。いや、相変わらずのこの作り込み、びっくりしてる間にやられてしまった。左のバネを使って加速していかないとダメだね。もうスクラップ間近の廃車だけど、やるときはやるんだぜっていうことをみんなに見せてあげましょうか。ほらほら、早くどけい、走るよ。よし、こっちでいいのかな。普通に進んでいきますよ、大丈夫。これは P スイッチか何かが出てくるんじゃないの、違うのか、自分で押してくるのかな。お邪魔しまーす。からの P スイッチください。違った、なにパーパーでしょ。ほら来たー。
本当にスクラップにされちゃったよ、潰されてね。ここは急ぐいた方がいいんじゃないの？でしょう、多分急がないと閉じ込めさんみたいな感じになってるんじゃないの？上はいけないか、危ねえ。俺普通ね、こういうところの隙間は安全地帯なんだけども、このコースに限ってはそんなこともなさそうなので、あ、でもこっちは安全地帯だ。でもいいね、一気に抜けていけた。これは多分アミーボだと思うから取らないで一応置いておこう。あんまり関係ないっぽい。あおう、ちょっと待って、もうちょっと待って、ガソリン引火するからやめてー。左側にある P スイッチが誰かが押してくれるんだろうけども、 P スイッチが誰かが押してくれるんじゃない、 P スイッチを誰かが押してくれるんだよ。日本語は正しく美しく使いましょう。プルプルさんの日本語間違いまくってるけどね。はい、お邪魔しましょう。 P スイッチじゃ関係ないじゃないかい。1アップ取ったら次は、あの最初の方にあった P スイッチをつけていくらしき道とかは一体何だったんだ。無事にね、マリオベンツスクラップにならないでゴールすることができました。何回か台車違うね、新車に乗り換えたけどね。危険、廃車工場見学ツアー、ヒロッキーさんのコースありがとうございました。ベストタイム、お待たせいたしました。今日のラストのコースはこちらです。ハグチャンネルさん、3、2、1、クールにゴールしよう。こちらのコースなんですけれどね、YouTuber のハグチャンネルさんと私クルクルクールとでお互いにコースを作り合って交換して、それぞれね実況しようということでやらせていただいております。ハグチャンネルさんとの初コラボになります。ありがとうございます。ベストクリアタイムは何秒だった？23秒。クリア率は2377分の4で約 4% で、サムネにね、クールとか、321クールと書かれていてね、とても嬉しいです。まあ、クールさんなら一発クリアできますよって言われてるんでね、やってみましょう。一発クリアするぜ。本当にできるかな？あぶね、できるわけないよね。さて、それではどんなコースになっているのか。まずは3段ジャンプからの、こっちでいいのかな？クリボーさん踏んづけていって、パウ叩いて3段ジャンプ、壁キックからの、バネを降りていったら、危ないパックン3段ジャンプからの、ヒップドロップ。あれ？鍵、鍵持ってた。いつの間に鍵持ってたんだ。見えてなかったけど、これは3、2、1。あ、全然違った。3、2、1クールの最後で、バネジャンプ、ごめんなさい、ハグさん。一発クリアできませんでした。1、2の3クール。オッケー。クリボーさん踏んでからパウ叩いて3段ジャンプが出なかった。おい。ここら辺はね、大きく飛びすぎると上の時に当たっちゃいそうな感じがして怖いんで。しまった、笑われた。ハグさんに笑われた。ピンポンピンポンピンポン。このコースは結城さんとかも作るの手伝ってくれてるのかな。あ、結城さんっていうのはね、ハグちゃんさんのお友達さんで、よくね、キャストとかで いつも一緒にお話ししてる仲の良さそうなお友達さん。完璧、マリオタイム。いやー、ハグチャンネルさん、初めて作ったコースがクルクルクルとのコラボコースということで、本当に本当にありがとうございます。3、2、1、クールにゴールしよう。あ、しまった、最後クールって言ってないや。もう一回やろう。3、2、1、クール！オッケー！やったぜ！やっぱりね、最後は3、2、1、クールで決めないと、ハグチャンネルさんに申し訳ございませんので、頑張ってクリアさせていただきました。ありがとうございます！3、2、
1クールにゴールしよう、ハグチャンネルさんのコースでした。ありがとうございます。またね、何か機会がありましたら、コース交換とかしたりしてね、コラボの方ぜひよろしくお願いいたします。そして今日はこの辺りで終わりにします。チャンネル登録まだお済みでない方は、よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは次回はあなたのコースに、クルクルクール、バイバーイ。